ダダダン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 ダダ。こんにちは。今日はですね、アスユバトイズカフェチャンネルです。おもちゃ大好きマユクーマンです。さあ今日はですね、はい、こちらゴジラ−1の一番くじ A 賞を開封していきたいと思います。こちら、なんとですね、私先ほど引いてきたんですけども、6回引いて当たらなかったんですね。で、友人のぶち抜きさんという方が、なんと当ててくださって、私のアクリルスタンドと交換してくださいました。よかったね。うん、よかったね。ということで、まずこの A 賞、開封していきたいと思います。よろしくお願いします。ご視聴お願いします。今回もしっかりね、酒井雄二さんの、造形美が、しっかりと、なっている、コレクションですね。はい。袋がまたね、厳重にこの袋状でもかっこいいですからね。いやいやいや、すごいです。まず帯から来ましたね。はい。うわー、すごい。これはやばいですね。サンゴ礁。リアルですね。そして顔いきます。顔いきますよ。うわー、来ましたー。ゴジラ−1。山崎隆版のゴジラでございます。こちらまたね、いやー、ちょっと角度を変えてみましょう。うわー、ちょっと見てください。このなんて言うんでしょう、もうこのサンゴ礁みたいな海の本当にこの生物みたいなのがしっかりともうできてて、このちょっとね、金色にめいたこの光沢、これはすごいですよ。いやー、やばいですね。いや、かなりリアルですね、これは。いやー、すごい。これはすごいなー。いや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 、この帯でもね、足もしっかりとできてて、あ、触り心地もすごい、もう本当によくできてますね。これはもうソフビじゃ絶対表せないレベルですね。はい、回してますね。いいね。いやー、すごいなこれは。いやー、西武園ゆえんちのまたゴジラとも似てるんですけど、やっぱちょっと違う。このイケメン度が増してますね。やっぱ今回のゴジラはデザインが最高ですね。このお腹とね、かっこいいな。すごいな、これは。これはすごいですね。いいですね。下から眺めてすごいですね。いやー、すごいな。本当に目の前にゴジラがいるような感覚ですね。いやー、すごい、これは。ということで、いかがでしたでしょうか。今日は一番くじゴジラ−1の A 賞ゴジラを開封いたしました。本当にね、こちら素晴らしい、フィギュアなので、ぜひ皆さん、ゲットしてみてください。今回はね、3個 A 賞あったのでチャンスが大きいです。しかし私は今回、友人に助けられました。はい。ゴジラのね、ハリウッド版のドラマも始まったみたいなので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。ご視聴ありがとうございました。